はい、どうも、キタチのハルくんです。フェルトはカメラマンです。はい、ついに僕もポケモン GO を始めました。はい、始まりましたね、とうとう。はい、そこでちょっとある噂を聞いて。待って待って、セミうるさくない？はい、セミ捕まえてやろうかな。ポケモン GO でセミ捕まえんの？捕まえてやろうかな。鉄火人かよ。鉄火人懐かしいな。バカ懐かしい。ということで今回ちょっとある噂を聞きつけたんですけど、はい、最初のポケモン3匹選ぶじゃないですか。人影、ゼニガメ、不思議だね。王道の御三家。そうそう、この3つを回避しまくったら、最初見つける画面、はいはい、回避しまくったらなんとピカチュウに出会える。おお、ピカチュウをゲットできるっていう。まあ裏技出回ってるよね。そう、裏技みたいな、うん、やっぱ最初はなんか人と違うことっていうか。そうで、俺もちょっと遅れて始めちゃってるから。確かに。だからまあ今日はピカチュウからスタートできれば俺もちょっと人と違う。俺は知らなかったんだよね、それを。知らなかったから最初人影にしちゃったの。最初はだってもう早くやろう早くやろう、捕まっちゃうよ。ピカチュウにしたかった。はい、まずもうキャラクターとかは設定し終えたので、ここから始まります。チュートリアルなんだから。お、近くにポケモンがいるぞ。あ、これですね。これをお、どうすればいいですか。不思議だねと人影とゼニガメがいるこのエリアから逃げればいいんだよ。え、俺歩くの？じゃあ、うん、歩かなきゃダメだね。オッケー。ほら、どう？動いてる？まあ、ちょっとずつさっきより進んでる。ちょっとずつ見切れてきました。なんか、え、俺は？これ捕まえるとこでしょ？みたいな。で、ここ、あ、これでまずいなかったでしょ？こんな感じ。完全に見切れました。で、また多分現れるんだよ。何回か。僕も全然いないんですが。この駅ないの？燃えりでやればよかったね。でもまたさっきから鉄火人の声が、あ、来た。お、ほんと来ました。こうやってまた3体出るわけですね。で、これを回避しまくるんですよ。オッケー、はい、スルーします。ごめんな、俺的にはゼニガメ欲しかったよ。あ、いなかった。あ、いなかった。これもスルー。何回くらいやったら出てくるんだろうね。噂によると 4,5 回とは聞いたんだけど。あ、そうなの。うん、さあ、3回目ポケモン来ました。はい、3ターン目だね。まあ、いい加減捕まえてくれみたいな、はい、雰囲気出していく。なんかちょっとそっぽ向いてね、なんかどうせ捕まえない意識的な。なるほど。あ、来た。4回目。4回目出てきたね。はい、4回いなくなったね。4回いなくなった、うん、もうそろそろ出てもおかしくない。あー、待て、しかもちょっとまだ出る、散らばって。お、お、来た。ほんと、ベガベガ来た。来たぞ。やば、いるじゃん。あ、こう出るんだ。いきます。はい、来た。おお。ピカチュウ映ったんだけど。ピカチュウ。ピカチュウ。待って、どこにいる。ここ、待って待って待って、もうちょっと、もうちょっと。あ、いけ、これピッてんだよね。うん、うい、全然違うじゃん。ノー、今回は野球時代思い出した。近っ。待って待って。あ、なるほどね、奥行きも大事なのか。これぐらいで。あー、うっせ。お、お、来た。おー、ビッ、連打しないの。おー。よっしゃ。というわけで公園に戻ってきたと。はい、いやー、ゲットできたね。ピカチュウゲットしました。電撃発する。いいなー。俺もピカチュウから始めたかったよ。レアな感じするね。あ、技とか覚えてんの？マジ、ちょっと待って。え、光石、雷覚えてんの？10万ボルトは殿下の宝刀の。まだか、まだこっから覚えるのかな。はい、というわけで、まあ、知らない人も多分意外にいるんじゃないかなと思うので、はい、今から始めたいって思う方とか、まあ、ピカチュウから始めたいって人はちょっとぜひ最初のチュートリアルで逃げ、御三家から逃げまくったらピカチュウが現れると。はい、俺が欲しいんだろうみたいな、そういう感じで。よければ試してみてください。はい、はい、それじゃあバイバーイ。バイバーイ。さあ、飛んでます。Ha ha ha!